はですね、今ですね、群馬県の嬬恋、東吾妻というところですかね、に来てます。関越で北上してきたんですけれども、よりくらいから小雨降ってましたけど、今は止んでます。で今日はね、どこ行こうかなっていうふうに思ってるところというと、岩櫃城っていうところに行こうと思ってます。あの戦国時代ね、真田氏が、そこに、お城を、築いた、もともとあった城を改修したのかな、よく分かりませんが、とにかく、真田家ゆかりのお城に行こうかなと思ってます。ものすごいね、晴れてる時に、来てもいいかなと思ったんだけど、結構狙った通りのこの幻想的なね、こういう感じの霧といいますか、が取れるんじゃないかなと思って、ちょっとね、岩櫃城の、平沢登山口っていうのかな、登山なんですよね。なので、そこまではちょっとこうアクションカムつけっぱなしにしようかな、途中で編集で来ちゃうかもしれないですけど。でね、最近YouTube なんかの動画でね、その遭難、高い山で遭難するっていうのは、ある意味その覚悟とかそういうのを持ってやるから、致し方ない部分がある、部分もなくはないと思うんですけど、いわゆる低山、ハイキングで行くような山でもですね、遭難している事例が、あると、いうことをちょっと見ましてですね、ちょっと前に登りました岩殿城、あそこもすごい、登山道でしたし、その前は春日山城とか、七尾城とか、もちろん登山道がちゃんと整備されていたので迷うことはあれはなかったんですけど、一歩間違ったらその天候とか、自分の体調とか、そういうののねコンディションによっては、こっちかななんて思ってて迷い込んじゃうなんてこともなくはないんじゃないかなというふうに思いましてですね、今回の岩櫃城も結構な、その岩櫃山の方には行かないんですけど、今回そっちは本当に厳しい山みたいなんですよ。低山とはいえ結構な鎖場とかがあったりとかするらしいんで、そこはちょっとさ今回は行きませんけど、その岩殿城の、城跡の方に行くとしてもですよ、一応の備え、お水とかですね、一応の非常食とかそういうのは一応持っていこうかなと。で、今日なんかね、ちょうどじゃないですけど、天候もいまいちなところの部分もありますんで、雨具とかもちゃんと持っていこうかなというふうに思っています。低山とかでね、例えばそのこれも道わかんねえなと迷っちゃったな、でもなかなかこう恥ずかしいとかあるじゃないですか、そんな山で遭難で救助要請をすると恥ずかしいなんてこと、自分もね、もしそういう風な場面だったらそう思っちゃうんじゃないかなというふうに思うんですけど、命に関わる部分ありますから、そこはね、ある程度その自分でなんとかした後ね、もう本当にどうしようもないと思ったら、もう躊躇なく、救助要請した方がいいと思いますよね。で、スマホのね、電波が通るようなところであれば、その GPS とか、そういうので救助要請できますけど、電波届かないようなところ、とかね、行っちゃったりとかすると本当どうしようもないですからね。岩櫃城はね、ちょっと前に高峰温泉、長野県のね、佐久のあたりであるやつなんですけど、そこ行った帰りぐらいにこの道を通って、このとこに岩櫃城あるんだと、岩櫃城ね、なんかね、やっぱり信長の野望かなんかだったかな、よくそれには出てないかもしれないけど、その関連するそういう資料とかを読んでるところで、真田家由来のお城だということを知ってましたんでね、こんなところにあるんだ、これだったら来れるななんて思ってて、いつか来ようなんて思ってました。ここですね、岩櫃城跡、
ここから行くのかな違うみたいだけど、まずは駐車場ですね、に今止めようかなというふうに思いますんで、結構降ってきたな、右方向、これを右方向、これってこと、すごいとこ行きますね、慎重に行きましょうかね、結構降ってますんで、すごいっすよ、ほら、だいぶ涼しいですよ。なかなかね、雨のあれもおつなもんじゃないですかね。誰もいません。誰もいません。さてどこ止めようかな。はい、岩櫃城に着きましたが、あいにくの雨です。ものすごい雨になってきました。岩櫃城登山口ということですね、なんかねすごいすごいですよ、ほら晴れてればこんなですよ、こんななのですが、現在地ここで、ここまでですね、本丸までということなので、時間としてはなんか15分ぐらいで行けちゃうみたいなんで、ちょっと行きたいと思います。こんな、雨でもですね、開けてくれるんですね、ちょっとありがたいですね。現在地ここですね、
きね、ちょっとね、そうそう、行く、行けっかなと思ったんですけど、これあ、そうなんですか。そのね、天気予報を見て、昼くらいからはこの辺は降らないんじゃないかっていう予測を立ててきたんですけど、はい、ちょっとさっきまでですね、結構雨降ってたんですけど、ちょっと雨宿りしてたら、小降りというか今もうほとんど降ってないです。なのでちょっと行ってきたいと思います。でね、あっちの方とかほら青空も出てきてるんで、ゆっくり、足元も、まあ危ないと思うんでゆっくり行きたいと思います。現在地があそこですね。まあ、頂上までは今回行かないので、こっちに行くと、与比津山の、まあ、山の頂上の方に行くんですね。で、私の今日の目的地はこっちです。矢吹城の本丸の方に行きます。ほら、もうなんか晴れてきましたよ。日頃の行いがいいせいですかね、はい、今年の夏にね、北海道行くんですけど、これまでの過去2回の北海道はですね、ほぼ全ての日程が雨と、いうことだったんで、今年こそは、晴れのところで行きたいですね。相当してる好きですかね。食事をされたやつでしょうか。こんな感じです。そんなにね、傾斜きつくないです。まあ雨がこのね、道がこうなってなければ非常に登りやすいんじゃないですかね。中城跡ということですね。かなり広い土地を削った感じがありますね。多分昔はここになんかまあ、なんだろう、櫓みたいなのがあって、前は全然木とかなかったんで、こうね、見えたんでしょうね、下のね。こっちですね、こうあるんですね。こっちはなかなか道がすごいですね。行きましょうかね。結構大変ですよ、これ。行きます。みたいですね。ちょっと一休みしますか。ここの休憩のベンチがありますけど、ここちょっと見てみると、ね、こんな風に、自然の地形としては不自然な地形ですね。やっぱり人の手が入ったという感じでしょうね、はい、じゃあ本丸あとじゃあね、どうですかね、もうね、おね通りちょっと行きたいと思いますよ。よいしょ。さっきのところに登ってきました。これ堀切りですね、ここで、尾根を断ち切って、まあ、敵の侵入とか攻撃を、防ぐと。あそこもちょっとこんもりしてますから、あそこもね、クーワーだったんでしょう。はい、二の丸跡だそうです。まあ、この辺絶対が二の丸になるのかな。ほう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 。で、こっちが本丸です。
本丸来ました。なんかちょっとガスってどうしたんでしょうか。なんか幻想的な感じですね。やっぱ堀ですね、これ。さっきのところのこれね、もうここ木がね、なかったらすごいあれかもしれませんね。眺望が素晴らしかったかもしれません。やぐら台ですって。はい。岩淵城本丸跡とですね。なんかやっぱでっかい岩が、ね、ちょっとね今本丸跡を、抜けてですね、ちょっと一段高いところに向かっています。岩淵山の、山体が見えるんじゃないかと思って歩いています。5合目だそうです。あ、すごいね。岩肌がもうこの辺はね、城跡ではないんですけれども、こう岩淵山の、山の方に来てます。はい、ちょっともうちょっと先進みましょう。えらい細い尾根道っていうんですかね、もう通ってきました。あっちの方はなんかちょっと晴れてますね。結構やっぱここまで来ると結構きついね。お、見えてきましたね。ちょっと岩淵山の山体ですね。ちょうどなんか霧がまた出てきました。すごい。はい、岩淵城行ってきました。登る前はね、すごい雨降ってたんですけど、30分ぐらいかな、休憩所で待ってたら止んだんで行ってきました。